スカート、スカートは腰より下を覆う筒状の衣服である。単にスカートというと女性用のスカートを刺すことが多い。ズボンと異なり、筒が股のところで分かれておらず、両足が一つの筒に包まれる。ただし、股のところで分かれているキュロットをスカートに入れることがある。テニスなどのスポーツで着られる短いスカートのようなものはスコートと呼ばれるが、 語源は、スカートと同じである。その竹により、ロングスカート、ミニスカート、ミディスカートに分けられる。スカートの長さの流行と景気の動向との関連などが取り上げられることもある。ロングスカートは着用者の膝よりも丈が長くなるもので、層丈70センチメートル以上あるものを呼ぶことが多い。ロングでもさらに丈が長く、くるぶし以上のものは、マキシスカートと呼ばれる。 ミニスカートは、総丈が膝より上までのもので、総丈 45cm から 50cm のものが多い。さらに丈の短いミニスカートは、マイクロミニマイクロと呼ばれる。総丈がちょうど膝程度の長さのものが、ミデスカート、ニーロングスカート、膝丈スカートなどである。ローマ時代の末期になると、男性の服装では、北方の衣装に由来する。 ズボン形式が浸透し始めた。一方、ロマネスク末期になると、女性の服装では、紐締めを用いて、ウエストを細くする形式、男性の服装では、ズボン形式が採用されるようになった。この男性の衣装と女性の衣装の形式的な対称性は、ゴシック期からルネッサンス期を経て、近世になるにつれて、明白になり、現代に至るまで影響を与えている。 ゴシック期には、ゴワードスカートの一種である長い引き裾のスカートが出現している。また、ルネッサンス期には、ファーズインゲール、ファーズンゲールにより、大きく膨らませたような形式のスカートが出現した。スコットランドの伝統衣装、キルトは、ゲール族、ケルト族の歴史的スカートであり、スコットランド民族服の一つである。フォーマルなはできられ、 インフォーマルな場で着られることは少ない。ギリシャ等にフスタネーラ、英語ではファスタネラ、フスティンラがある。スカートのように腰回りを覆う衣類であるサロン、サラングがある。サロンは様々な文化において、多たの名前で呼ばれており、ハワイ島とポリネシアではパオやラバーラバ、インドではドーティルンギー、南インドではなどである。ブータンの男性の民族衣装、子は、 膝まで長さのあるローブである。国民服として政府機関、学校、公的な場においては終日着用することが求められる。以前の日本では女性のほとんどがスカートを着用し、成人女性の一般的服装として広く見られていた。一方で男性で単にスカートが好きな場合であっても女装とみなされてしまう可能性があったが、ドン、キホーテや 通販などで仮装として売られているセーラー服やメイド服において男女兼用宿は男性用コスチュームと明記されていることもある。日本の若い人にはおしゃれの一環として寒くても痩せ我慢をしてスカートを履くことを好む文化がある。特に制服を採用している学校では依然スカートが主流であり、0か10度以下に冷え込む。真冬の北海道でも 素足をむき出しにしている女子高校生はしばしば見受けられる、防寒用にストッキング、またはタイツの着用を義務付けている学校もある。しかし、近年はスカートではなくスラックスを採用。日本では北海道に少なくとも1校ある。玄関対策目的による、あるいはスラックスを選べるところも出てきている。スカートは通常、パンティーやガードルの上か、ストッキングタイツの上に履く。 つまり下着の上に直接履くもので防寒などの目的で下にショートパンツブルマースパッツ等を履く場合スカートより丈の短いものが使用されてきたが2000年以降よりスカート丈より長いレギンス丈の長いスパッツズボンスキニージーンズなどなどとの重ね着が広まっているまた女子高生などが制服の時に行うファッションとして寒い屋外などで一時的に スカートの下にジャージを重ね履きする、通称、ハニワルックも、この一種である。2007年には、日韓現代に、街で目につく若い女の長編なファッションとして、ミニスカートや、ショートパンツの下に、レギンスやスパッツを合わせたファッションについて言及された。近年では、ズボン、特にジーンズなど厚めのボトムスで太く見えがちな、ヒップラインや下腹部に密着する、 クロッチラインを隠すための目的で、ズボンと合わせて着用することを前提として、竹が非常短い、ヒップカバースカートと呼ばれるスカートも作られている。チュニックの丈が短めで、ヒップが覆いきれない場合に、チュニックの下にさらに重ね着として、あるいはウエストのラインを強調する場合に、細身のトップス及びズボンと合わせて着用されることが多い。 ズボンの上から男性が身につけるための、いわゆるメンズスカートと呼ばれるアクセサリーがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。